まずは今日の試合を通しての感想。そうですね、まあ、相手が首位の湘南ということもあって、まあ、最初はまあうまく自分たちも入れないかなと思ったんですけど、まあ、落ち着いて試合に入ることができて、で守備が無失点で終わってくれて、でも攻撃が止めなかったので、それが課題だと思います。中盤からボール抜け出す場面いくつかあったと思うんですけど、あの辺は狙い通りですか？そうですね、まあ、でもまだまだもっと怖いところでペナルティエリアとか相手の怖いところでああいうプレーができないと、まあ、点には繋がらないと思うので、まあ、次節以降はそういうのを意識してやっていきたいです。かなりやっぱり湘南の総力というか、そういった部分というのはかなりチームとして意識した部分じゃないかなと思うんですけども。そうですね、まあ、相手のストロングポイントでもあるので、まあ、逆に言えばそれがウィークになるということも監督が言ってましたし、まあ、自分たちも走れますので、そういう面では、まあ、負けちゃいけないなと思ってやってました。中盤のところではそんなにこう一方的な試合にはならなかったのかと、割合こう互角に近い戦いだったんじゃないかなと思います。そうですね、まあ、こういう首位の湘南相手にこういう戦いができたっていうのは、まあ、自分たちの自信になりますし、まあ、あとは勝ち切るっていうことだけを意識してやっていきたいと思います。わかりました。ありがとうございました。